はい、皆さんこんにちは、サルです。今日はですね、最近の100円ショップってクオリティも高いけど値段も高いよねっていうね、そんな動画を撮ってみたくてカメラを回しました。よければ最後までお付き合いください。早速ですけど、今日買ってきたのは、2つですね、紹介します。1つ目が、こちら、はい、これですね、キャンドゥで売ってるミニキャンピングトライポッド、三脚ですね。はい、こういうものになります。で、開封するとこんな風にね、イラストが書いてて、焚き火台でね、クッカー吊るすのに使ったり、ランタン吊るしたりっていうね、そんな感じみたいです。それからもう一つがこちら、1月下旬だというのにめちゃくちゃ天気が良かったんでね、外で飯しながら撮影してるんですけど、吊り下げ型収納ポケット三角、これもね、前から出てる商品だと思うんですけど、これがね、結構いいかなと思って、買ってきましたので、ちょっと試してみようと思います。じゃあ早速ね、こちらを開封してみます。というか、もう開封してるんでね、組み立ててみます。おお、やっぱクオリティ高いですね。これアルミですね。で、こうジョイントがね、ネジちゃんとね、ナットとボルトになってて、これ昔のロゴスの持ってる方はですね、多分見たことある感じじゃないですかね。あれとちょっと似てるイメージがありますね。こうか。3本を1つにして、それぞれの節がね、こう、膨らんでて、ナット、メネジと、で、最後の先端はこう、細くね、ちょっとこう、棒状になってる。突き刺せるわけじゃないけど、地面に置くようになってるという、こういうものですね。で、これを、3セット作るということになります。じゃあ作ってみます。ボルトとナットの精度がね、きちんとしてるのは、これメーカーがエコー金属さんですね。まあそこはさすがじゃないですかね。これ多分ですね、ロゴスの製品となんか規格が同じような気がしますね。だからロゴスの持ってる人は多分ね、あれ、M8 のネジだったんですよね。ちょっとピッチ覚えてないんですけど、だからあれ持ってる人はあれとつなげると思いますよ。多分ね、これ同じ感じです。はい、で3本こんな風にできました。で、それぞれの先端がまたこういうね、ボルトになってますので、最後にこれですね、頭にとっつける部分、これがこういうチェーンがついたね、フックがついてて、長さが調整できるわけですね。短くしようと思えばこの辺りに刺してやると、これ以上フックが落ちないということで、まあこういうね、調整機能があるというもので、ここに3箇所のね、メネジがついてるので、ここに先ほどのこれを差し込んでやるわけですね。じゃあ、繋いでみます。これはね、さすがエコー金属さんだけあって、めちゃくちゃね、やりやすいです。どのぐらいの角度で入っていくのかはね、ちょっとわかんないので、あ、入りました。このぐらいですね。入れば簡単なんですけどね、最初がちょっと角度間違っちゃうと、あれみたいな感じでなかなか入っていってくれないかもしれないですけど、ちょっとカメラ撮影しながらやってるとね、カメラの画面を眺めながらやってるんでね、結構、器用なことしないといけないので難しいんですけど、はい、これでできましたね。はい、こんな感じです。高さがね、そうですね、まあベルトまではないですけど、ちょっと後で調べてね、出しておきます。で、ここの真ん中の部分に、吊るす、クッカーとかね、なんかこうケトルとかね、
何でしょうね、ダッチオーブンとか吊るして下に焚き火台を置いとけば、加熱できるよと。まあ、あの今持っているもので言うと、ちょっと飯の準備してたんでね、こういうハンゴなんかもこんな風にね吊るして長さも調整できますよということになりますね。はい、まあいいんじゃないですかね。で、もう一つ、今日別にのハンゴを見せようと思ったわけじゃなくて、さっきね言いましたこちらですね、この、吊り下げ型収納ポケット三角、こちらもね、100円ショップ、まあ、ワッツなんでね、さっきのはキャンドゥでこっちはワッツなんですけど、これもねちょっと買ってきたのでつけてみようかなと思います。うん、こういう感じでね引っ掛けるところが先端にあって、でこうポケットがね結構たくさんついてますね。メッシュとか、ここも深いですね。中段下段、下段に5つ、中段が大小大3つ、で裏側はないですけどこういうね左右に、クリップがついてますので、これでねとっつけれるみたいです。結構ね生地がね分厚くてね、まあしっかりしてます。こういう感じでつけることができます。どうですかね、結構良くないですかこれ。めちゃめちゃいいような気がするんですけどね。焚き火台として使うときはあれですけど、そうじゃないときね、焚き火ってあのずっと燃やしてるわけじゃないので、キャンプとかだったらね、まあ夜、ヘリコプターが飛んでるな、焚き火をしてない時だったらね、こういうものにね物を入れておいてもいいかもしれません。ライター、まあ、よく使うもの、ナイフ、皮膚規模、まあどこにでも入りそうですけどね。まあスプーンとかフォークなんかもね、まあちょこちょこ出したり入れたり面倒くさかったらこういうとこに入れといて、そうですね、まあ夜のライトなんかもねこんな風にかけといてもいいかもしれません。どうでしょう。あ、これねめっちゃいいですね。もうどう見てもね100円ショップとは思えないクオリティですね。かなりねこれいいと思います。まあ値段も100円ショップと思えない感じですけどね。せっかくなんでもう少しねアレンジしてみようと思うんですけど、一番下3段あるんですけど、一番下なくてもねこの高さだったらいけるんじゃないかなと思いますので、やってみます。痛い。はい、やっぱ2段でもいけますね。だから一番下を使う必要がないとき、ちょっと低めの設定にしたいときにはこれでも十分かなと思います。よかったら参考にしてください。いろいろいけるな。ということで、どうでしょうか、まあ、こんな風にね使っていければ、最近はねちょっと100円ショップっていう言い方に抵抗があるんですけど、100円ショップって言ってもね、気づいたらもうすぐにね3000円とかいっちゃうんでね、あれなんですけど、まあキャンプ用品店に行くよりもね、身近で買えるこういうものがあれば便利だなと思ってご紹介してみました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。